はい、こんにちは、沖縄おばばでさい、みーたんね、ちょっとお母が痛くてね、今日は隠れています。はい、え、まあいつもここのとこ隠れてるんですけどね。はーい、えー、まあ困りました。はい。えー、まあいろいろね。 えー、コメントいただいて、えー、心配してくださってる皆さんありがとうございます。どうやらね、あのー、自分でね、歯を抜いちゃうぬっこもいるみたいですね。うちのミキさんはなんかそういうタイプでした。はい。歯が痛いときにこう自分でね、こう手でこうやってましたね。はい。えー、この子がそうかどうかわかんないんですけど、今本当とあのー、とりあえず5日、はい、4日まで休みなんで、 えー、いつかにちょっと病院行かないといけないなと思ってます。はい、それまでなんとかね、もうおやつでいいやと思いました。はい、おやつのね、はい、えー、し、あげて、おやつのね、総合栄養食じゃない方の、えー、ツールをあげて、もうそれでね、なんとか、ああ、頑張ってもらうしかないかなと思ってます。 はい、えー、ありがとうございます。もうね、あの、歯磨きね、どうしてもね、この子ね、口周り触らせないんですよ。でもさっき無理やり触って、え口開けたらすごい、あの、お,お危なかったです。はい。えでも見えました。は、え、い、ー、え確か、歯の中、歯っていうか、口。 歯がね、ボロボロでした。本当に。はい。まあ、そんな感じです。はい。皆さんね、えー、今度の、あのー、ご紹介の記事なんですけど、これもあれな記事だなぁと思うんですけどね。はい。昨日ちょっとね、触れました。はい。えー、例のね、ファイファイのザッザですねあ。あ、いいのかな言っちゃって。これ、P ですね。P。はい。えー、P の方です。はい。P の、あのー、いろんなね、 その秘密ですね。シークレットなね。はい。K の訳訳についていろいろと出ております。でね、えー、私ね、本当にね、日本の企業は罪深いと思ってます。実はね、この、えー、例のね、ペンの多言ですね。ペンの多言。はい。えー、ペンの多言とね、K、えー、の訳訳していたっていうことは皆さんね、えー、前の動画で、えー、お知らせしたと思うんですけど、この、 ペンの多言と、また契約している日本の企業というのがありまして、はい、えー、このね、フレームレア関係でね、はい、えー、どこだと思いますはい、二つとも、なんか罪深いなと思います。はい、一つはあ、あれですね、皆さんも、あの、ご存知のね、えー、あの、一、あの、何て言うのかな、あの、例の、えー、 若返りのね、赤いものですね。はい。若返りの赤いもの。はい。を作っているところでございます。これ名前出していいのかわかんないんで、こういうふうに言います。はい。若返りの赤いものですね。はい。はい。あれを作っているという噂の、なんちゃら、なんちゃらフィルムでございます。はい。なんちゃらフィルム。あーって感じですね。そしてもう一つは、 あの、た、タがつくね。たがつくね。えー、くすのりのね、会社です。たがつくね。はい。えー、こちらの方ね、最近になってね、えー、フレームレアケーキ出しましたね。はい。えー、まあ、ろくなことはしません。ぬっぽんの企業。はい。えー、まあ、もしかしたらね、もうぬっぽんの企業でないのかもしれませんけど、はい。えー、いわゆるね、えー、大株主がね、ぬっぽん神社がないっていうね、 えー、指令を出してるのが日本人じゃないというね。そういったあ状況になっているのかもしれません。まあ、この国ね、そういうのが多いですから。はい。えー、まあ、なんでね。えー、もう頭が痛い現実でございます。はい。そういうことを調べない人は、まあ、また、ま、騙されてね、ばっくりばっくり食べちゃうわけなんですよ。はい。まあ、そういうことです。 えー、皆さんね、こちらの記事もどっかにペッタンとしておきますので、どうぞ見に行ってください。よろしくお願いいたします。ね、大変でしょね、あなたも。ね、うん、ねはい。